はいどうもこんにちは。皆さんコロンブスと聞いてどういう印象を受けますか？アメリカ大陸を発見した人、開拓者、探検家、卵を立てた人、とにかくあんまり悪い印象を持っている人はいないんじゃないかなと思います。どちらかというと偉人ですごい人。でもその正体は到底いい人とは呼べるような人物ではなかったんです。世界史の授業ではコロンブスが新大陸を発見したというふうに習ってきました。先住民がすでに住んでいた土地なのに新大陸発見というふうに表現していること自体おかしいと思いませんか？この時点でインディア、ネイティブアメリカンといった現地にすでに住んでいた人々を人間として扱ってないし認めてないってことになります。最初先住民のインディアンはコロンブスたちを歓迎します。水や食料を送ってもてなすんですけど、コロンブスは結局黄金、金にしか興味がなかったんです。私がインディアに到着するとすぐに私が見つけた最初の島で彼ら原住民たちに私に差し出さなければならないものがこの島々の中にあるのかどうか教え込むために私は力ずくで原住民の何人かを連行した。彼らは武器を持たないばかりかそれを知らない。私が彼らに刀を見せたところ無知な彼らは歯を触って怪我をした。彼らは鉄を全く持っていない。彼らの槍は草の茎で作られている。彼らはいい体つきをしており、見栄えもよく、金星が取れている。彼らは素晴らしい奴隷になるだろう。50人の男たちと共に、私は彼らすべてを征服し、思うままに何でもさせることができた。こう言ってコロンブスは一度帰還します。2度目、今度は農夫や工夫と一緒に植民目的で向かいます。前回作った植民地は先住民のインディアンによって破壊されていました。それは金も取られて、連行されて奴隷にされてという扱いを受けてたら反乱も起きますよね。これらのインディアンの反発に対してコロンブスは徹底的な虐殺によって弾圧を行っていくんです。窃盗、殺人、強姦、放火、拷問などとにかくあらゆる残虐な手を尽くしてインディアンに黄金の在処を白状させようとするんです。まるでスポーツのように殺していく様を見たキリスト教宣教師のラスカサスは日記にその残虐さを残しました。一人でもインディアンが森にいたらすぐに一隊を編成しそれを追いました。スペイン人が彼らを見つけた時はいつも柵囲いの中の羊のように情け容赦なく彼らを虐殺しました。残虐であるということはスペイン人にとって当たり前の規則であって、それは単に残虐なだけなのです。しかしそのように途方もなく残虐な、とにかく苛烈な取り扱いはインディアンに対しては自分たちを人間だとかその一部だなどと金輪際思わせないようそれを防ぐ方法になるでしょう。そういうわけで彼らはインディアンたちの手を切り落として、それが皮一枚でブラブラしているままにするでしょう。そうしてほら行け、そして酋長に報告してこいと言って送り返すのです。彼らは刀の切れ味と男ぶりを試すため捕虜のインディアンの首を切り落とし、または胴体を真っ二つに切断し賭けの場としました。彼らは捕らえた酋長を火炙りにしたり絞首刑にしました。ラスカサスによるスペイン人の残虐性を表した文章はこの他にも山ほどあります。火炙りにしてじわじわ殺したとか、子供を犬の餌にしたとか。とにかくコロンブスはその後もやりたい放題大虐殺を繰り返し、先住民虐殺の礎を築いたと言ってもいいほどのことを行ってきたわけです。これらのことを知った上でコロンブスが偉大な人物と思えますかね？こういったところまで本来は歴史の授業で取り入れるべきだと思うんですよ。新大陸発見って本当誰視点の解説なんだっていうの。正しい視点からの歴史を知ることで現在の社会情勢やその他のことについても今まで見えなかったものが見えてくるのかなっていうのを思います。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。